公順皇后、公順皇后、公順皇后、1九0 3年、明治三十六年三月六日から二千年、平成十二年六月十六日は、第百二十四代昭和天皇の皇后、第百二十五代金城天皇の聖母、皇太子徳人新皇、秋篠宮文人親王の祖母、忌み縄長子、国の宮家出身で皇后となる、 以前のミクライは女王、歴代皇后中で最長の六十二年と十四日間であり、神話時代を除き、最長寿、万十七歳没である。国宮国彦王の第一王女子。母は十二代薩摩藩主公爵、島津忠義の七女子過子。祖父の朝彦親王は男子九人を設けており、首相経験を持つ東国宮都彦王は、叔父の一人である。 また、五女、島津隆子の夫、島津久永は、母方の重邸にあたる。1903年、明治36年3月6日、国宮国彦王の第一女子として誕生。1907年、明治40年9月2日、学習院女学部幼稚園に入園。幼稚園では、後続は、別室で昼食をとるが、その時妹、信子女王のほか、 道の宮弘人親王、後の昭和天皇、厚宮洋人氏親王、後の秩父の宮と糸口であった。優しい一方しっかりとした性格で、二人の妹が彼女の行動をすべて真似ることもあったという。学習委員女学部小学科を経て、1909年入学、1915年大正4年には学習委員女学部中学科進学。 在学中の1918年、大正7年に1月14日に、皇太子、広人親王の日に内定。内定の理由には、彼女の性格や素質以外にも、明治天皇が国のみや家を気にかけていたことなどが挙げられる。内定に伴い学習院を退学し、同年4月13日以降、国のみや内に設けられた学問所で皇太子としての教育を受ける。学問所は、 お花御殿と呼ばれ、妹たちのほか、親しい学友が、学習院の授業を終えた後に通い、共に学んだ。なお、おひ教育のために作られたお花御殿の建物は、その後に、東京市麻布区比が、久保、現、東京都港区麻布十番にあった東京府立、第三高等女学校、府立三所に貸しされた。第二次世界大戦後の学生改革などにより、 富立三女が、現在の東京都立駒場高等学校と名を改め、校舎を、現在の目黒区大橋に移転した後、お花御殿の建物も、現行地へ移築し、現在も保存されている。1920年、大正9年5月7日に、広人新王が、原服礼を行ったことを受けて、同年6月10日に正式に婚約が内定する。しかし、1921年、 大正十年に入って、母系島付けに、式毛の遺伝があり、皇太子妃として、不適当として、元老、山形有友が、国のみやけに婚約事態を迫った、いわゆる宮中防重大事件、が起こる。事件の内容は、極秘扱いされたが、世上様々な憶測が流れ、中でも宮中に影響力を保持しようとする山形の、策略とする見解が強かったため、 両子女王に同情が集まり、花高氏首相らの反山形勢力が、山形追い落としにこの事件を利用したこともあって、最終的には、翌年2月10日に、区内省から、両子女王殿下東宮避内定のことに関し、世上の様々な噂ある、矢に聞くも、右後決定は何ら変更なし、の発表が行われて事件は決着した、翌日付で、新聞記事解禁。 最終的な決め手の一つが、生物学者でもあった、広人親王の、両子で良いという意向であったと言われている。学問所での教育は2.3年前後の予定であったが、宮中防重大事件、さらに関東大震災の影響により今議は延期され、続けた。百二十二年、大正十一年六月二十日、結婚について、大正天皇の直が下り、 9月18日に、農祭の儀、同日付で、君一等法官賞を受賞する。翌1923年、大正十二年のうちにも、今儀の予定であったが、関東大震災の惨状を目の当たりにした、広人親王が自ら延期した。1924年、大正十三年1月26日に結婚。皇太子妃となり、赤坂の東宮御所に住居を移す。 ヒロ親と新との夫婦関係は、この頃より円満で、当時も手をつないで散歩をするなどしていたという。1925年、大正十四年十二月六日には、第一子、第一女子、テルノミヤシュゲコ内新王が誕生する。両子妃は目のとこそういたが、可能な限り自らの母乳で育てた。四条幼少時は、手元で育てたことも、非常に画期的な出来事であった。 1926年、大正15年12月25日、皇太子、広人神皇の戦争に伴い立皇。1927年、昭和2年、第二王女、久久有子内神皇が誕生するも、翌1928年、昭和3年に、敗血症のため、皇順皇后は自ら死化を施し、昭和天皇も、金を破りつやに出席した。 同年十一月十日、即位の大礼が、京都御所で盛大に取り行われた。九百二十九年、昭和四年に住居を移す。さらに二人の王女、第三皇女子、高宮和子内親王、第四皇女子、頼宮厚内親王が誕生するが、なかなか男児、お世継ぎとなる皇位継承者を得られず、家族たちから、皇后様は、女原と言われ非難され、 即出制度の復活が本格的に検討された。彼女も振動とプレッシャーに苦しむが、この案は夫の昭和天皇が自ら人臨に反することはできないして、これを拒否した。1933年昭和八年十二月二十三日、第五子、第一皇男子の嗣宮昭人と新皇が誕生。天皇、皇后の五人目の子にして、待望の御子誕生とあり、 宮城前の万歳三章、旗行列、行列、花電車、宝縮会など、日本全体から盛大に祝賀される。一方、この頃より、巫女たちは学習院前期、小学校入学とともに、天皇、皇后の手元を離れくれた計量で養育される。これは、天皇の下では、養育係が使えづらく、その結果はがままに育ったという批判に加え、 将来的に降下することに備えるためである。1935年、昭和10年11月28日、第6子、第二皇壇師の吉宮精人神王（現、日立宮誕生。また、天皇家の神格化が推進され、皇太子、昭人神王に至っては1937年、昭和12年より、東宮仮御所にて養育され、親子でありながら土日以外には、 会うことさえできなくなった。皇后は秋日と新皇のために、好物の豆腐料理を手ずから用意していたが、新皇が皇后の手料理を口にすることはなかった。1939年、昭和14年3月2日、第七子、第五皇女子の清美や高子内新王誕生。第二次世界大戦中は、昭和天皇と共に、夫婦で東京に留まり、 辛労の多かった夫を支えたと言われる。またこの頃には、皇后は天皇の死人とされたため天皇の車に同乗できなくなったと思い、戦中の食糧難の折には国民と同じように皇室への食糧配給も厳しくなる中、天皇と夕食を共にする際、二人で相談して必ず料理の一皿か二皿を残し、自重や助官に下げたという。戦争末期には、 皇后を自ら、吹き上げ御苑で野菜を作り、養鶏も行った。廃線後は、引上げ者のための布団や着物作りを行った。1945年、昭和20年3月、東、国重子は長男を出産した。高順皇后の初孫となった。皇室のあり方が一変して、あとは皇后同伴の公務が一般的になったこともあり、積極的に国民と親しもうとする。 夫、昭和天皇の遺構を組んで各種の活動を活発に、言った。1947年、昭和22年の日本、赤十字社名誉総裁就任をはじめとして、1952年、昭和27年以降の全国戦没者追悼式、1964年、昭和39年の東京オリンピック開会式、1970年、 昭和45年の日本万国博覧会開会式、1972年、昭和47年の札幌オリンピック開会式、及び沖縄復帰記念式典などへの出席は、その例である。靖国神社、五穀神社への天皇心配にもたびたび同行している。また、巫女たちの結婚にあたり、主下子内神道の例から、 娘たちの意志を尊重するためのお見合いやデートを進めた。その一方で、皇太子昭人親王当時と民間出身である、正田道子、当時との婚約が決定された、帰戦結婚際には、秩父の宮妃、節子の母親で、丁名皇后の御用係として、長年宮中に仕えた、松平信子らと共に、平民からとは、けしからんなどと強い不快感を示している。 入江相政日記においては、松平が宮崎白蓮などと共に、小田家に婚姻自体を迫るべく、右翼団体を動かして圧力をかけようとしたと記されている。高淳皇后自身は、成婚以後は表立て、道子妃に反感を示すことはなかったが、1975年、昭和50年の訪米に際して、空港で挨拶する道子妃を無視する映像が残されており、 のちのちまでを,を引いた。1960年、昭和35年11月、長女の東、国重子が病に倒れた。すでに末期がんが進み、翌年4月からは、宮内町病院に入院。皇后はほぼ毎日、指示のため、人目を避けながら、見舞いに訪れたが、7月に重子は死去した。天皇ともども、愛娘の死に、大きな衝撃と悲しみを受けた。 皇太子明人親王、同妃、道子の第一子、長男で、自身の内孫である、広宮徳人親王の存在が慰めになり、大変可愛がったという。昭和40年代、1965年から1974年、前半から、半ばの、入江今正日記によれば、皇后が絶大な信頼を置いた、今木義子の問題が品質している。 信仰宗教に深く関わり、粗暴な言動で周囲のを買っていたことから、今木は、入江日記で、魔女と名付けられ登場する、宮中魔女事件。今木は、皇后を通して当時簡略化が進められていた、宮中祭祀に口を挟む、天皇皇后の欧州歴法において、自身の動向を求めるなど、入江や今さ自重長等の側近たちはこの問題に、頭を痛めることになり、 天皇の同意を取り付けて、1971年、昭和46年に、今木を、宮内庁から事実上追放した。皇后は、解任を最後まで惜しんでいる。1971年、昭和46年には、天皇と共に法王。皇后にとっては、これが、初めての外国訪問となった。1973年、東、国信彦は、長男を設け、 高淳皇,皇后の初ひ孫となった。1974年、昭和49年には、金婚式を迎え、記者団の楽しかった思い出は何かという問いに、天皇、皇后ともに、先の欧州訪問を挙げた。翌年の訪米にも、両皇帝で共にした。1976年、昭和51年には、政府主催の、 天皇陛下御在位50年記念式典に出席し、祝賀を受けるものの、この前後から心身に、老いの兆候が目立つようになる。翌年の夏に、ナスも予定内で転倒した際に腰椎を骨折。側近はこのことを伏せ、適切な治療が遅れたため完全な回復は、不可能な状態となる。骨折について皇后は大変なショックを受けたとされ、この事故を境に、老いの兆候は、 顕著になった。歩行に際しても杖を用いることが多くなり、散歩の際に天皇が手を引く姿も見られた。式典、行事に際しても来た、白川翔子助官長らが改造していた。可能な限り式典などの公務に出席を続けていたが、1986年、昭和61年1月2日の新年祝賀、4月29日の天皇誕生日祝賀を最後に出席できなくなり、 同年に政府主催で開催された天皇陛下御在60年記念式典を欠席し、同年9月30日以降は日課にしていた散歩も取りやめるようになった。やがて車椅子を頻繁に利用するようになる。また、1987年、昭和62年12月11日、新年用の写真撮影後に軽い心臓発作を起こし、翌年以降は、 一般参賀にも欠席するようになった。1989年、昭和64年に1月7日、夫、昭和天皇崩御を受けた、長男、皇太子、昭人親王の戦争及び、皇太子妃、道智子の立候に伴い、皇太后となる。昭和天皇崩御の直前には、皇太子を含め5人の子が見守るとともに、皇后も車椅子から立ち上がり、 昭和天皇の最後を見取ったという、同年、平成元年2月24日に、内閣の主催で行われた、昭和天皇の体操の礼、委員会委員長、竹下登内閣総理大臣には欠席し、病題を、日立宮昭仁新納妃花子が務めた。この年には、昭和天皇の他に、第三王女、高塚坂塚子、実前の王谷智子が死去し、肉親との別れが続いた。 1990年以降外出することも年に数回となり、外出の際には、恒例になった皇太号の姿を写真に撮ろうとする、新聞記者やメディアが現れ、宮内庁を悩まさせたという。1996年、平成8年3月6日に、満93歳となり、五霊勢天皇の皇后、藤原博子の数え年92歳を抜いて、歴代最長寿となった。 その際、交代号の写真が宮内庁によって公開された。それは映像も含まれており、吹き上げご所内で車椅子に乗る交代号が映し出されていた。その際、交代号は認知症の症状があったとされ、体を動かすことや声を発することすらなかったという。交代号の写真が公開されたのは1987年以来9年ぶりであった。2000年、 平成12年に、ビリ皇太后は、定期的に呼吸が荒くなる症状が出始めるようになり、天皇と、美智子皇后もそれなりの覚悟をしていたという。同年6月16日、老衰による、呼吸不全のため、皇居吹上大宮御所で奉御した。皇太后奉御の直前には、4人の子をはじめ、孫も立ち会った。天皇は、公務が終わって急いで、吹上御所に向かい、 皇太后のいる吹上御所に到着して一分後に皇太后は息を引き取ったという皇太后が亡くなれば皇御と呼ばれるのが通例であるが大半のマスメディアがご聖居と報じた歴代の皇后中最長の在位六十二年と十四日間であり神話時代を除き最長寿九十七歳と百二日でもあった七月十日に皇順皇后と 追放された。高順とは、城代の監視集、開封層で、お印ししと号にちなんだ、桃から、花、序桃そのか、草修羅虫ろ心、安倍皇帝、春日侍園、及び、四海木無意、旧域、正木き厚し、山前王、侍園による、和書を転居にする志事は、これが初めてであった。7月25日に、 東京都文京区の豊島岡墓地で連想の儀が行われた。寮母は東京都八王子市長傍町の武蔵野棟領である。昭和天皇との間に七人の未婚女を設ける。2000年、平成12年6月16日の放御した日が金曜日であったこともあり、各方面では哀悼の意を表明しつつも、比較的現実的な対応がなされた。例えば、放御の当日と、 翌日、6月17日土曜日は、中央競馬は哀悼の意を表するため、17日の競馬の全レースを中止し19日に振り替え、18日、19日の出走ファンファーレを自粛して開催された、を、公営競技では、天が崎協定が当日中止となっている。当日の甲子園の阪神、巨人戦は午前中に中止を決定しているが、これは、 交代合法御とは関係がなく悪天候のためであり、翌日は開催している。また、大阪府大阪市中央区、道頓堀では、グリコのネオンサインが放御当日のライトアップを自粛し、翌日は、クいガオレ太郎も黒一色の衣装をまとっていた。連想の儀は、同年7月25日に行われたが、この日に予定されていたプロ野球のオールスターゲーム。 長崎県営野球場で開催が翌日に順延となった。法を受け、森吉郎内閣総理大臣、当時は以下の内閣総理大臣金話を発表した。法を受け、近所天皇は以下の五類、恩類、追悼の字を述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。